よろしくお願いします。よろしくお願いします。パトラちゃん様が来ていただきましたね、本当に。はい、パトラちゃん様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ニコニコでございます、もう本当に今日死んでもいいです、ね。はい、僕はハニーストラップは実家だと思って見てます。生まれ変わったらパトラさんになりたい。朝からお酒飲んじゃうなんて本当ダメな室長だね。本当ダメな室長だね。でもそんな室長でもパトラは尊敬してるよ。よし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 、いい子だね。涙が出てきました。番組が用意した様々なテーマに対するパトラさんが考える歌や音楽などを、それにまつわるエピソードなどと一緒に室長とガンガン聞いていきたいと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作曲を始めるきっかけとなった曲でございます。はい。いわゆる、うん、まあ、パトラさんが作曲を始めていただく、うん、まあ、初めてのきっかけの曲って何なんだろう。うん、はい、そういうようなテーマになるんですけれども、なるほどね、室長もね大好きな VTuber の歌をはじめ、さまざまな曲を作曲されているパトラさんでございますが、うん、そんなパトラさんが作曲を始めるきっかけとなった曲をちょっと聞いてみたいと思います。うんうん、パトラが作曲をね始めるきっかけとなったのは、あのボーカロイドの、はいはいはい、あの、そうですね、今ヨニズさんに名前なってるんですけど、うんうん、あのタチさんのマトリョーシカっていう曲。これをちなみに理由としては、うん、うん、あ、なんか初音ミクを使った音楽でこんなかっこいい曲ができるんだと思って、はいはい、こんな曲ができたら女の子に憧れてモテモテになるんじゃないかなっていうやましい欲望からで、とてもやましいですね。いいですね。いいですよ。ギターを弾きたいと思う、なんかギターキッズと全く同じっていう。いいです。モテたい。やましすぎて健全ですよ。そうですね。はい。まずメロディーのサビを考えるっていうふうになお聞きしたんですけれども、はい、何かこう、うん、その前にテーマを決めるってあるじゃないですか。キャッチーさみたいなのやっぱりすごく意識されてるんですか？かなり意識してて、はいはい、サビを口ずす冷めるかみたいな感じで、みんなが覚えやすく歌ってもらえるかとかで作ってます。なるほどですね。まあ、サビといえば先ほども話しました VTuber の歌も VTuber の曲があるんですけど、あの曲ができた時とか、あれも、うんうん、そうですね、VTuber って言いたくならないですか？なんかなります。すごくなります。言ってますだわざと VTuber みたいな感じで振りました。VTuber の歌ってどうやって、もう VTuber の歌を作ろうと思って作ったんですか、あれは。そうなんですよ。あの、ギャグで実は使ったんですよ。あ、そうなんだ。で、一番だけ作ったら、フルが聴きたいって言われて、その時にはちょうどもう VTuber になって、あの、YouTube に来て、いろいろ思うというか、自分のなんかこう、VTuber さんとの出会いとか別れとかいろいろ経験したんで、はい、そういう思いを2番に込めてます。なるほどね、うん、明るい感じかと思ったら結構ノスタルジックな、ね、うん、感じで。そうですね、うん、エモいでしょ。エモいです。エモいって俺初めて使えたかもしれないエモい、はい。せーので渡辺ありがとうございます。出されたお題への回答をせーのの合図で、はい、渡辺室長とパトラさんに一斉に答えていただこうというものでございます。ごちそうといえば、うん、パトラさん、ごちそうといえばで、あれでしょう、どうですか、パッと思いついたりとか、まあやっぱこういうのがごちそうだと言えるよねとか、そういうのってありますか？パトラ、好きなスイーツがあって、それを言おうかなって。スイーツ？思います。もう、この時点でさ、この時点でだいぶ、この顔なのよ。わかった。わかった。スイーツね。
信じるよ、はい、信じるよ、パトラさん信じるからね、よし行こう、はい、では行きます、はい、2つ目の質問、ごちそうといえば、せーの、カニプー、カニプー、ほら、おおおおおおおちょっとちょっとちょっと信じたよ、ちょっとちょっと、パトラさんなんておっしゃられました、カニプです、カニプ、はい、カニカマプリンです、はい、カニカマ、渡辺室長は、うん、私もカニプでございます、あら、これ室長、はい、なぜこれ、これはもうパトラさんがね、はい、ツイッターとかにも画像上げてますから、はいはいはい、プリンの上にカニカマ載せて、あ、そうだ、曲もね、うん、あとパトラさんの周りいつも飛んでますもんね、カニカマあれは食べないでください、あれは食べないか、うん、いやプリンの上にカニカマを乗せて食べてみてください、うん、はい、美味しいんです、絶対まずいんですよ、絶対どういうことない、美少女といえば、美少女といえば、いやこれむずいですよ、どう行きますか、パトラはちょっと妹っぽい子を言うかなって思いますね。妹っぽい子。妹 VTuber。お、妹？いや頭の中にたくさん出てる感じありますけども。美少女といえば、せーの。パトラはあのっていうあのシスタープリンセスっていうアニメ。本物のそっちは全く目がいってなかった。パトラの悪魔的お悩み相談室、はい、こちらのコーナーはなんと前代未聞でございます、はいはい、渡辺室長がゲストのパトラさんにお悩み相談をしちゃおうという、うん、はい、チャレンジングなコーナーです、うんうん、僕はあの普段あの、ま、漫才師をしておりまして、はい、相方がいるんですけど、はい、その相方がバカすぎてイライラすることがあるんですよ。はい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 、はい、そういった時ってどうしたらいいのかな、パトラさんの周りにも、うんうん、ね、天才がたくさんいらっしゃるんで、その対処法とか教えていただけたら、ね、イライラすることとかは特にないですか？ないですね、個性だと思ってますね、なるほどね、うん、はいはいはい、あのその行動、どういったことがイライラするか考えると、それって多分頭が悪いからとかいうよりは、うん、自分がその行為で、うん、不快になるとか、うんうんうん、自分の時間を奪われるとか、そういったことに通じると思うんですよ、なんか。自分、だから、なんだろう、その行為は、うん、頭が悪くてやっているとか、そういうんじゃなくて、うんうん、自分を和ませるために、やっているんだなとか考えると可愛くないですか、何でも。いやでも、うん、うちの方なんかお弁当を食べようとしておかずを取って、うんうん、そのおかずをポロンって落っことして、それをまた拾って食べようとして、うん、ポロンって落っことすのを5、6回繰り返したりするんですよ。そうですね、将来の介護みたいな感じで考えたらとてもいいじゃないですか。なるほど。あの、ほら、落としたよって、やっぱ自分に返ってくるって言いますしね。なるほどね。どうでした？わかりました。はい。うん、そうですね、うん。はいはいはい。わかりました。デビデビデビリちゃんが昨日パトラの家に泊まってったんですけど、はい。オムライスポロ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 こぼして、あ、かわいいねって、お世話してましたね。いや、でもね、かわいかったですよ。多分見た目のかわいさもあるんですよね。あ、見た目がね、見た目で損してる、見た目で損してるが、あの人そのものなんですよね。またのりさん、はい、またのりさんです、ありがとうございます、はい、わかりました、ちょっと広いところで、ね、頭はたいてあげればいいんじゃないですか、このバカバカまさのりパン、はい、よく引っ叩いてます。まあそれで大体解決してるんで、はい、はい、ありがとうございます、すいません、相談乗っていただきました、はいパトラさんはやっぱり曲を作ったり、もうゲームもされたり、うん、いつもうね、いつ寝てんだっていう配信もいっぱいしてて、うん、本当にいつ寝てんだって心配してるんですけど、はいはいはい、
でもいつも、はい、あの健康なね姿見せていただくということで、うん、パトラさんの、うん、あの時間管理のね方法を知りたいなと思いまして、うんうん、はい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 、一日の時間管理、そうですね、うん、どういうふうにやってるのかなっていうの、なんか夏休みの宿題って31日になったら、はい、できるじゃないですか、みんな切羽詰まって、はい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 、いつも室長がちゃんと人としてご立派になられたようで満足です。ありがとうございます。でも朝からお酒飲んでもパトラは許してあげるよ。よしよし。